こんにちは、バキです。まあ、知的好奇心的に面白い話があったので紹介したいと思います。正しい人類滅亡計画ですね。これは反出生主義者の、どういうロジックを、どういう論理を持っているのかっていうような、まあ、そういう話ですね。まあ、結構ね、話の構想自体結構面白くて、魔王が出てきて、魔王が人類滅亡させると。でも魔王が人類滅亡させることに納得いかないから、なんでか分かんないけど、なんで俺滅亡しないとダメなのってあったから、人類のいろんな人を呼んできて、どうぞ話し合ってください、それで私を納得させてください、それで殺すか殺さないか決めますみたいな、まあ、そういうような話になってます。でそこで人類のいろんなこうね、楽観主義者とかね、物事を悲観的に見る人とか、あとはなんか自由に生きている人とか、自分だけのことばっか考えている人、神様を信じている人とか、あとはなんかこう相対的に考える人とか、あとは、ね、神様めっちゃ信じている人とか、いろんな代表者たちの思想を持った人たちがこう話し合うわけですね。っていうような中で、反出生主義という人がどういうふうなロジック、論理を持って話すのかっていうような、そんな話だったりします。人類はもう生まれてくるべきではないよっていうような話をするんですけど、なんかそれは自分が不幸だからそう思っているのかっていうふうに見えて、実はみんなが納得できる道徳という議論の名のもとにおいて、こうしっかり話を聞いていくと、いつの間にか反出生主義というものが確かに論理的には正当化されうるのかもしれないみたいなね、そんなところにね、こう行くのが結構面白かったりしますね。で、まあ、こういうふうに参考文献とかもこうあったりとかするんですけど、結構面白いです。例えば、そのね、生まれてくる、なんかその子供を殺すんですかみたいな、これから生まれてくる子供を殺すんですかみたいな、あなたってちょっと道徳的にやばいですよねみたいな。とか言ってきますよね。確かに普通にそう思いますよね。でも例えばこの反出生主義のね、主張はどういう主張なのかというと、この結構ね、我々が勘違いしやすいのは、今存在しているものがなくなるということと、存在しうる可能性があるかないかというところが結構ごっちゃになっちゃっているよっていうような話をするんですね。今存在している人類という、まあ、今ね、こう存在している生物を殺すことっていうのは確か悪いことですよね。でもこれから生まれている子供っていうのは現にいないわけなんですよ。でもそのいなかったものをあたかもいた人が殺されるというようなロジックと混同になっているっていうような話をするんですよ。この話はどういうふうにこう延長線していくかというと、例えばじゃあもしあなたがこの A さんと結婚して子供を産むとします。でもと同時にあなたは以前にね、こう B さんとかも付き合ってて、 B さんとの子供を作る可能性もあったわけです。なんならあなたはもういろんな人に対して子供を作るというような可能性があったけど、もしその生まれてくる子供がかわいそうだというロジックを使うんだったら、あなたは全員に対してその生まれてくる、ね、子供が可能性あったはずだけど、それ殺してるということになるでしょうって、だからなんかそういう感じで言ったりとかするんですよね。他にもないろんな話とかね、こうじゃあ国というものはどういうものを通して善悪を評価、善悪をこうなすことができるのかとか、そんな話があったりとかしますね。結構面白いです。なんかね、こう知的な議論を鍛えられるような感じがします。これは絶対に狭いかすぎます。ありがとうございます。